それでは勝ちました原監督です。初回2点を取られて、その裏坂本岡本のホームランの逆転、すぐに、ひっくり返したというところが大きかったと思うんですが。いやもうね、特に、なんて言うんでしょう、看板選手がね、やってくれたっていうのは大きいですね。その看板選手2人がその後もホームランを打って、今日は2本ずつと、そのバッティングの内容いかがでしょうか。いやいやもう存在感非常にありましたね、はい。そしてブリンソンもその後ホームランを打ってスタメン右バッター3人が5本のホームランということで、相手の高橋奎二を攻略しましたが、このあたりいかがでしょうか。そうですね、まあ、少々甘いボールだったとはいえね、仕留められたというのは大きいと思いますね。非常に、苦しめられているいい投手ですから、まあ、そういう意味では2点先制されながらもね、こちらのペースに、1回2回で、持ち込めたというのは非常に大きかったと思いますね。先発グリフィンは7回2失点でおよそ2ヶ月半ぶりの勝利、本人的にも精神的にもほっとする、楽になる、そういった勝ち星だと思うんですが、いかがでしょうか。非常に、練習の時から向上心、そして研究というかね、野球に本当に没頭しているというプロフェッショナルな選手で、調子云々というよりもね、今日は勝ち星がついたというところでね、非常に良かったと思います。コンディション等々、日本の、1年目ですから、そういう意味では日本の文化、気候、いろんなものを吸収してくれているというふうに思います。一勝一敗で明日を迎えますが、明日に向けてお願いします。そうですね、やっぱり先発ピッチャーがから早めに点数を取って、先制、中押し、そしてダメ押しと、そういうふうなゲーム展開が、一番ありがたいなというふうには思ってます。ありがとうございました。